どうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきたいと思います。ドス無双もっこり親方、あ違うモッリコだったいやごめんね、もっこりとかなんか変なこと想像しちゃったよ。さあドス無双、まあおそらくですけどドスがいっぱいいると思います。だから僕回転ジャンプ、こう下から行ってみるか。うわいけるいけるいける、うわ多分ルイージ気づいた今。ルイージごめんルイージごめん、よしオッケー、これ多分ね下から行けるんだよ、こう。やったよし来た、これで勝ったでしょ。オッケーオッケーオッケー、はい行こう。ゴール前で死ぬ、絶対ゴールする、大体ああいう人ゴールする。ゴール前で死ぬさんは確かルイージだったっけ、なんかルイージだった気がするんだよな。お一番前取れました、最近一番前率いいな。ちょっと待って、今のクリボーのやられ方見た、やられ方っていうか僕のやられ方、クリボーめっちゃいいとこ来たじゃん、もうめっちゃいいとこいたじゃん。待ってこれアイテムは、やった来た、どんぐりマジで熱いよね。ただこのねスーパーマリオメーカー2のみんなでバトルのアイテムってさ、どんぐりは相当熱い部類に入ると思うんですよね。でもね負けるんだよね。今度もいいコース目だ、高原に広がるレールリフト。レールリフトって言ったらまあみんなでバトル用コース、いやもしかしたら向いてないかもしんないんだけど、まあ、レールリフトって言ったらまあこんな感じでしょ。あのねいつも思うんだよね、クリボーめっちゃいいとこいすぎじゃないねえ、いつもいいとこいすぎじゃない、あのクリボー、なんであんなにいいとこいるんだろうね。さあ今回はこの土管に入っていきます、今回はってかまあこの土管に入っていきますね、あの土管に入っていきます何回言うんだってね。さあこれでビヨーンでしょ、これ熱いね、このビヨーン。そして中間ポイント、あえマリオが、マリオもしかして中間ポイント取ってない感じ、これ一番右でいいかな。あーっとっと待って、ちょっと待って、じゃあ助けてあーやったキノピオもやられてる、おうわキノピコいったな、絶対行ったわあのキノピコね、ここは仲良く行こうな、仲良く行こうな、キノピコキノピオ仲良く行こう、これ僕一番左から行きます、よし。キノピオはどっから行くんだい、なるほどキノピオは一番右か、それじゃあ僕はね右に渡れるんですけど、まあ、普通だったら渡れるよねこのアイテム取ってたら、でも仲良く行こうね、キノピオ なるほどこっちか、オッケーオッケー、キノピコもう行ったかな、これでゴールっぽくね、やっぱりマッシュルームマラソンか、なるほど楽しそうなコースだね、マッシュルームマラソン。それじゃあ早速やっていきましょう。一番上行くかね、僕一番上行きます、始まりました。やっぱりこのタイプか、よしジャンプジャンプオッケー、一番右でしょ、オッケー、いや今一番速くない、チャンスチャンスチャンス、オッケー、上これは勝った、まだか、次上だね、最近ね僕なんか上に上がる系結構強いんだよね。おおキノピオが、キノピオがマジで結構迫ってきてる、よしオッケー、ジャンプジャンプ上、ほほほ、いや勝った勝った勝った、やった。さあ次のコースなんですけど、これは上から行きます、皆さん下から行きます、僕は上から行きたいと思います、こういうの、いや変わらん変わらんって一緒だっておおビビった、嘘でしょ。僕のですね動画あるあるっていうか、他の配信者の方はよくわからないんですけど、ちょっとあるある言っていい？ライブでねリスナーさんと対戦するんですけどね、リスナーさんがちょっと強すぎる件についていやマジで異常的に強いんですよリスナーさんは、いやほんとこれマジなんでおかしくない？まあ上手くなりたいからね僕の動画を見るっていうことは多分ないと思うんですよ。まあそんな動画をね、上手くなりたいなら多分別の人の動画を見てると思います。でもねちょっと僕もねちょっと上手くならなきゃいけないなって思ったね、ほんとリスナーさんがねマジで上手すぎるから、ちょっとこの前ライブした時もねもうマジで負けが多かったんですよね、もう基本的に負けてしかなかった本当にリスナーさんに、だからねそのリスナーさんにねマジに負けないようにしなきゃいけないっていうか煽りかい、あのリスナーの方がですね僕に会いたいらしいんですよいやすごいよね会いたいって
で、気持ちはねめちゃくちゃ嬉しいんですけどね、僕はですねリスナーさんの方に会うことはね別に嫌とかそんななんとも思ってないんですけど、その気持ちはね僕ね本当にめちゃくちゃ嬉しく感じました。オフ会とかねしてもいいんですけどね、こんな小物のね僕がオフ会を開いたとしてもですねいやちょっと待てってルイージ今のはひどいでしょ、今絶対狙ってたよね、完全に狙ってたあのルイージもうあのルイージ許さないね、あのルイージやり返ししに行こっか。さあルイージどこにいる、僕はファイヤーを取ったからね結構いけると思うんですよ、ルイージでしょ、いやルイージまだいるね、結構ルイージにね結構っていうかまあ完全にやり返ししたいと思います。あのルイージでしょ、どこにいる、とりあえず右に行こっか、多分とりあえず右に行って、よし、なんかこのコースめっちゃ見たことある、ちょっと待ってルイージにねやり返ししたいんですよ僕は、ルイージはルイージ何やってんだルイージ、あー待ってルイージ、いやさっきあのルイージのおかげでさ話の途中になってしまいましたけど、あのオフ会とかね僕みたいな小物が開いても誰も来ないんですよ、まあそれがね5人10人ぐらいいればですね全然参加費とかですねもう取りもしないですから、みんなでですねまあ一緒にゲームでもできれば楽しいかなって思うんですけど、まあそれがいつのことになるか分かりませんということで、よしオッケー、早速入っていきましょう。あの鍵ドアはおそらくですけど、戻ってこなきゃいけない臭いんですよね、この青ドア入ってみる、青ドアじゃない青ドカン、なるほどここで1個目の鍵をゲットってことか、っていうことあと3つか、あと3つあるってことね、上にあるんじゃないね、こんなとこあないね、あれこっち、あこっちか、この青ドカンの方にあるのか、下にある、じゃあこのドア入って上に行く、オッケーオッケー、そしてこのクッパクラウンジュニア、ジュニアだったっけ、クッパクラウンに乗って上に行けば、なるほどね、あでもこれで2個目か、あ待って集まってる、にゃーにゃーとか言ったにゃーとか言ってしまった、ここルイージルイージちょっと待って、それをよこすんだルイージ、いやうめえ今のキノピコうめえ、左か、いやチャンスだ、うおーピンクエスプラス2人もいるな、アンズジャムさんいるね、アンズジャムさんめっちゃ聞いたことある、前も戦ったことあると思うんですよ、っていうかね前と戦ったことある人がねめっちゃ多くなってきてる、っていうことはこのみんなでマリオ、みんなでマリオじゃない、このスーパーマリオメーカー2のこのみんなでバトルっていうのはですね、どんどんやる人が少なくなってきてるのかなって思います。それはねもうミンバト配信者としてですねめっちゃ寂しいことではあるんですけど、なんか結構調子よくいってるねめっちゃ速くない、めっちゃ速くない今、もうほとんどもうノンストップだよこれ、よしじゃあこのまま渡っていきます、オッケーオッケー、めっちゃ速くない、ほらマリオ、いや負けたけどノンストップじゃなかった、ちょっとリプレイ流していい、リプレイ、ワールド1、これで最後にしようかな、ワールド1ね、なんかキリいいしね、なんかキリいいかよくわかんないけどなんかキリいいかよくわかんないけど、これで最後にします。でもラグすぎだな、このラグさ尋常じゃない、本当に尋常じゃないな、マリオごめんね、ちょっと一回ヒップドロップさせて、うわ避けた、うわカウンター、カウンターうまくね、そしてスタートちょっと早くなかった今、これラグすぎたらね、あのスタート なる前にスタートなるんですよ、オッケーで、このまましゃがみジャンプで、キノコは僕取っていきたいと思います、よしオッケー、2人もやられました、あのクリボー、やっぱりクリボーは最強最強ですね、本当に強いんですよあのクリボー、これはスターかな、スターだったら、いやアイテムでもなんでもね、オッケー、このままマリオ追いかけていきましょう、ちょっとラグすぎなんか気になるけど、よしこれ下に戻ってくるパターンかな、どうなんだろう、いやこのまま右行こっか、多分透明度感必要ないでしょ、あ急に速くなった、オッケーオッケーオッケーやったマリオ抜けた、もうゴールでいいよ、やった、そしてこのベルは熱いな、ちょっとこのままゴールかな、あれ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 、これもうゴールでしょ、イエー、この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします、そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。